シャルル・ド・フランスは、ブルボン・アサのフランス王族、ベリー公・コルイ14世の一人息子で、王太子ルイと、ヒで、バイエルン選帝公、フェルディナント・マリアの娘、マリー・アンヌの三男として生まれた。長兄は、ブルゴーニュ公、ルイ、時系は、アンジュー公、フィリップ。1714年に、アランソン公、アングレーム公となった。スペイン継承戦争で兄と共に、 トゥーロン包位戦とアウデナールでの戦いに参戦、1710年7月、マリー・ルイーズ・エリザベート・ドルレアンと結婚した。しかしマリー・ルイーズは最初の妊娠で流産し、二度と子供の産めない体になったため、シャルルは妻と不仲になってしまった。1712年、長兄、ルイの死に伴いシャルルは将来の王である老い、ルイの殺生役の最有欲となった。実際、 ベリー公の死後、祖父ルイ14世は殺傷をオルレアン公フィリップ2世にするか、自らの諸子であるメーヌ公をルヨーギュストにするか決めかねたという。1714年5月、狩猟中の不慮の事故で重傷を負い、休死した。ありがとうございます。